はい、皆さんこんにちは、あちでございます。プラスティやっていきましょう。前回すみませんね、なんかね話がかなり脱線しちゃったんですけど、でね、コメントいただきました。このホームページ見るとすごく載ってるよって教えていただいたページ、実は私が全パートで見てたページで全く一緒だったんで、いやー本当私は全然知ってませんでしたね、本当に。まあ、これでいいのかなと思うんですけど、ちょっと戦闘中あまりに暇なんでね、まあそういうのも含めてやっていきたいなと思いますよ。11の11で、これ私出てきて回らしだね。で、今シューターでしょ。で、今はね、0にならないといけないね。0で行かないといけないんですけど、あ、ごめんなさい、マウスポイント邪魔だったね。ちょっと待って、あ、これじゃない、こっちだ。で、前に出て、そうそうそう、で、これ右だね。で、これ見ると、あれに、ちょっと待ってね、11、あ、間違えてる、完全に間違えてるね。あ、北行っちゃったんだね。ちょっとお待ちください。011010、前回ねメッセージ見に行ったでしょ。今度はもう一個次のメッセージ見に行きましょう。0、方角は0。あ、でこのまままっすぐ行って、で、あの、確か私ビームライフルを買い替えたんですよね。ちょっと試しましょうか。はい、チェンジ、あ、ボムなくなったんだよね。チェンジ頑張るかにしましょう。いやー、あのね、ちょっと続けていきましょうか。あの、天中発占いっていうところで確か終わったんですよね。フル音響ラム1980人ってことでね。あ、この頃ゲームで3000円ってありえたんですね。お、すごい。あ、 90%、 あ、微妙だな。その次がザ・爆弾というやつでね、これも8000円用のゲームで2500円、同じとこ出してるんですよね。次がホールカセット。あ、もしよければね、今から言う、ページを見ていただければと思うんですけど、URL 言いますね。https://www.gameplace.org ですね。で、そこの、スラッシュ PC88 の中であるんですけど、ここ古いページだと思ったら HTTPS なんだね。 SSL 使ってんだね、びっくりしちゃった。で、もう一度言いますね。 https://www.gameplace.org っていうドメインなんですけどもね。いや、こらびっくりしちゃったね。さあ、ちょっとゲームそっちのけ、今回はゲームそっちのけだわ。いやー、でもね、この年になっちゃうとね、ほんとあの、あれになっちゃいますよね。センチメンタルがすごくてね。E の12。E の12なので、あ、もう、うん、いい感じですね。で、これを北に登って当たれば、あ、北だね。これで北に向かうんで、で、どんどんどん、うって言って、あ、しまった。変形するの焦った。よく固めてきていきましたね。ガン、バルカン、ガンで。はい。これはお金稼ぐのはそんなに大変ではないような気がしてきましたね。ああ、88%。100% までいかないんだね。いや、ボム 100% 当たるんだけど、あれでしたね。なかなか当たらないというところで、ちょっとボムをやめちゃったんですけどね。あとあれだね。CL リミットが、今1100ありますけど、あ、ま、あ、ダメ、変身しないと。1100ありますけど、これも、あとちょっとしたらもう満タンになりそうだね。もうとりあえず買えるものはみんな買っちゃいたいと。あ、でもこれオンディーネ、あ、オンディーナ、オンディーナから、あ、バルカンで行きましょうか。オンディーナから次ってあんのかな。オンディーナで全部コンプリートしちゃっ
で終わってしまうんだったら、あまりね、序盤からコンプリートしちゃうと、もう面白くないのかなっていう気もせんでもないんですが、あでも安定だな、バルカンはね、ほんとね。さあさあ、その戦闘中の間に、ね、次ね、あ、どこまでだっけ、ホールカセットからかな、ホールカセット1、1かな、これ1982年です。まあ、富士音響ラムさん。PC8001 のゲームで2000円。こんな安かったんだね。カントリーゴルフの別売りコースか。上級者よということなんだね。あ、ホールっていうのはゴルフのゲームのことなんだね。さあ、よいしょ。はい、じゃあ戻りましょう。で、こっちで、ああ、そうだね。とりあえず、しまった。また変形するの忘れたね。バルカンガンバルカン。さあ、じゃあ次行きましょうか。次はホール2プラス V アップ、あ、バージョンアップって言うんだろうね。これもまだゴルフのゲームだと思います。同じ富士音響ラムさんね。2500円。いや、でも微妙だね。増設だから本体がないとできないんでね。で、次が潜水沈没ゲーム。同じとこ出してますね。これでも2500円安いね。海底のサビマリンをやっつけるゲーム。あ、まあ潜水艦沈没ゲームというぐらいですからね。あ、なるほど。でしょ。なんでどんどん、また変形するの忘れたけどよかったね。この変形忘れをなんとかしないといけないね。バルカンガンにしましょうか。そうなると、あの、クロック上げてるのはちょっと罪なのかもわかんないね。じゃ、誰々いけないね。次はね、暗殺剣&恋占い。なんだろう、この凄まじい名前は。これも同じところですね。出してるのは。8000兆のゲームでと。あ、そうだ。あのね。あ、まあ、これがね、3000円で売ってますね。今日の危険な方向はな、どう占ったり、相性占いもできると、暗殺権関係ないんじゃないのっていう気がするんですけど。じゃあゲーム戻りましょう。じゃあ実はね、今日はね、もう、ほぼ、昼の14時ぐらいから半ドン状態になってます。というのもね、今日は月初なんで、私、まあ、銀行回りをしてたんですけども、ちょっと6月なもんですから、6月はちょっとね、役所に私、結構行かないといけないんですよね。役所の方に行くのに結構混んでるなと思ったので、まあ早めにね、まあ、15時半ぐらいに行こうかなと思ってたんですけども、仕事がね、ことのかさかさか進んじゃって、14時半、もうちょっと前かな、あ、もっと前だね、14時ぐらいにね、仕事が終わっちゃって、あ、終わっちゃってとか納品ができちゃってね。で、あまりにこれキリが良すぎたなと思って、ここで別のことをやりだしたら絶対キリが悪くなっちゃうんで、もう役所行っちゃおうと思ってね、役所行ったらですね、案の定むちゃくちゃ混んでたんですよね。役所がね、ほんとっていうぐらいいっぱいで、もう立ってる人もいっぱいいて、うわーこれはダメだなと思って、私がいつも行く受付に行って、何、番号札取ってきたらね、もう速攻呼ばれて、逆に私が頭を出してもう速攻呼ばれると思ってなかったから、書類とか用意しなかったですね、カバンの中にしまってて、で、あたふた出して、すぐ、まあ、あたふた立たせて出したら、もうすぐ、あ、分かりました、受理しますって言われて、もうチェック終わったのって思って、もう役所にいて5分いなかったかな。いやいや、いつもだったら30分から1時間ぐらいね、待たされるんですけど、ほんで人あんなにいっぱいいたからね、待たされるんですけど、本当にびっくりして帰ってきちゃったら、15時ぐらいに帰ってきちゃって、でもう、何これって思ったんで、途中でね、唐揚げとビール1本買って帰ってきちゃって、今ちょっと1本だけ飲んでるんですけどね、まあ、1本しか買ってませんけど、飲みながら、でどうしようかな、あ、ブラスティやっちゃおうっていうところで、今ブラスティやってるんですけどね。いやー、こんな日もあるんですね。まあちょっと昨日ね、日曜日に事務所行ってたから、今日こういう日があってもいいんじゃないなっていうような気もしてんですけどね。まあ、こんな日もいいかなっていう感じでしょうかね。じゃあ次やっていきましょう。次やっていきましょうっていうのはブラスじゃないですよ。ジックザックっていう、作品ができました。あー、これはちょっとやっとかないといけないね。全然、バルカンガンバルカンで行こっか。
ジックザックは、これも富士通音響、あ、富士通じゃない、ごめんなさい、富士通って言ったらダメだね、富士音響ラムさん、おそらく関係ないんでね。これも8000円中のゲームで、PCG 共用タイプ、PCG、お、何 ?PCG8100 っていうのは何なの、ほう、そういう機種があったのかな。で、なんかアーケードのパクリとか見てますね。で、次は4人麻雀ですね。あれ、全然なんか当たらないんだけど。これ、ひょっとして、あの、バグってやつ？あ、当たんないね。これはもうリセットしかないのかな。全然当たんないね。これはどうすりゃいいんだろう。バルカンバルカンバルカンでいってみましょうか。当たんなかったらもうダメだね、これ。で、次4人麻雀っていうのがありますね。これも1982年。まあ、麻雀ですよね。3000円なんで安いですね。結構安く出してたんですね、この頃は。次は原子炉爆破作戦。あ、これも8000円一応。で、3000円。まあ、3000円っていうのを統一したんですね、ここの富士音響ラムさん。へぇー。で、次はリバーパトロール。おー。ほほー、川を遡って人を救助する。へぇー。ロイヤルポーカー。82年。ああ、ポーカーのゲームなんですよね。さらに、スーパーゴリラ。これも82年。あ、これもうあれだね。もうガンガンガンで当たらなかったら、もうリセット入れましょう。次は、スーパーゴリラっていうのは、あ、これドンキホンみたいなのかな？ゴリラがビルをさらって屋上へ、ビルをさらうのかい？あ、アーケードのドンキーコングのパクリって書いてますね。あ、結構有名なゲームだったと。へぇー。ドンキーコングパクリ、まあドンキーコングのパクリって結構アーケードでもあり、まあこの頃はね、いろんなゲームのパクリってありましたもんね。私はドンキーコングのパクリをドンキーコングだと思い込んだままやってましたもんね。あの近所のあの駄菓子屋で。そうでしたね。あ、勝てたんだ。あ、よかった。リセット入れないといけないかなと思ってましたね。あの他で調べたところでは、あのそういう延々無限で戦わないといけないバグがあるとミスりまくってねっていうのが聞いてたんですけど、なんとかなりましたね。さあ、ほい。で、次がファイングラフィックマージャン A タイプ。すごい名前だね。画像が切れそうな感じなんですけど、これも82年ですね。 PC8000、 あ、これ88になってますね。3500円。 32×24 ドットの、はい、32×24 だったら入って言われてもすごい困るんだけど、マシン語の点数計算すごかったんだね。じゃあちょっとやっていきましょう。変身したね。よいしょ。もうぶつかるまでいきますよ。あ、ぶつかった。ぶつかったらここがね、確かね、ぶつかったらここは0の13のはず。あ、0の D だね、ごめんなさい。16進だね。で、3まで上がります。1、おっと、チェンジ、バルカン、ガンバルカン、あ、ガンバルカンじゃないんだね。ガンバルカンは、チェンジがあるとできないんだよね。バルカン、ガンバルカンはね、ごめんなさいね、ちょっと酔っ払ってんでね、酔っ払ってますんでね、すみません。あと、次がね、ガンダム宇宙戦士っていうのがあるんですけど、 PC8000 円用のゲームで、機動戦士ガンダムをゲームにしたもの。広告では後に宇宙戦士と名前が変更されたことから版権は取っていないのだろうと。ああ、じゃあもう揉めたんでしょうね。さーてと、じゃあ次は、ガンバルカンガンにしましょうか。へえ、そんなのもあったんですね。私、そういや、あの、ガンダム第一に立てなかったっていうのはやったと思うんですけど、あれ、どこのやつなんだろう。ねえ。あとは、エッグワンズオン。ほう。野鳥を守るために悪いハンターを防ぐゲーム。あ、そうなんですね。これも82年ですね。あ、すごい、次。フライトドライブシミュレーション。これ、アスキーですね。81年。アスキーで。3500円で発売した。この頃ゲームの金額安かったんですね。
8000円超のゲーム。はいはい。汎用3次元パッケージというものも入っており、ほう、付属の PC 用サポートルーチンと組み合わせることによって幅広く応用して使うこと、あ、ライブラリになってたってことかな。でもこの頃ポリゴンなんかないでしょう、おそらくね。さ あ、もうこうなったらガンガンガンでいきましょう。あ、次聞いたことあるアスキーさんのね、表参道アドベンチャー、これは聞いたことありますね。日本で初のアドベンチャーゲームと言われているとか言うんですね。あ、内容は表参道にあるアスキー社のビルに忍び込んで秘密書類を盗み出すオール英語のテキストアドベンチャー。まあこの頃は英語の方が良かったですよね。おう、あ、青 スカイという、あ、スキーか、スキーという雑誌に載っていたプログラム。え、何そんなのあったの、青 スキーって。いや、これ OPC じゃないの違うの、 OPC っていうのがありますよね。なんだろう、青スキーだねこれね。へえ、日本語初のアドベンチャーゲームにしてはパーサー、コマンド解析プログラムがそこそこ頭が良くて結構思った通りの反応値が。何それ、パーサーっていうとパースするっていう意味なのかな。へえ、なんかいろいろあったんだね。ちょっと驚いちゃった本当に。あら、また泥仕合になってる。で、次がロードオーバーっていうのが出てきてますね。これまたアスキー、アスキーさんですね。国を滅ぼそうとする妖怪の一団、何これ、妖怪の手から国を守るシミュレーションゲーム。エルスリードやマスターオブモンスターに先駆けて、おお、はいはい、エルスリード、マスターオブモンスターありましたね。日本初ともいえるファンタジータクティクスシミュレーションゲーム。あ、シミュレーションね。おお、邪悪な魔女の勢力と争って陣地を広げていく国取りタイプのゲームで、ゲームバランスもかなり良いと。へえ、また泥仕合になってるね。次がね、あ、来ちゃったね。次はバルガンバルガンバルガンに行っちゃう。ホッピングパニック、アンプルソフト。おお、飛んでくるボールをしゃもじで受けてもよ、すごいね。投げ上げて UFO を落とすゲーム。そうなんですね。へえ、ランダムウォーカー、アンプルソフト、アンプルソフトって名前も知らないですね。82年。おお、いやー、こういうの知らないね。あ、これ8001用のゲームって書いてますね。サクランボが大好きなウォーキー君を操ってと、怖いギジラを避けながらサクランボを取っていくゲームと。ああ、いけたいけたいけたね。で、次がマリアナ海戦。ああ、アンプルソフトさんですね。82年。潜水艦で敵を倒すシミュレーションと書いてますね。ごめんなさい、ちょっとね、音を若干下げましょうか。やっぱりこのゲーム音尖ってますんでね。はい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 。じゃあお次は、お、あ、しまった、ガンナで移動しちゃってたね。また、あ、あ、ちょっと、あ、そうか、変身してたんだ。ガンバルカンでいきましょうか。で、次がフルハウス。82年、アンプルソフト、88のグラフィックポーカーゲーム、3500円。がこの頃良心的な金額だね。フルハウス282年。あ、これもそうなんだね、アンプルソフトさん。うん、おいちょ株ゲーム3500円。ゴールド、アンプルソフトさん。魔のバミラトライアングルで沈没した近海輸送船を求めるリアルタイムシミュレーションゲーム。ほう。で、ファイヤーマン82年、これアンプルソフトね。消火器を操り上から落ちてくるタバコをやっつけるゲーム。今じゃもうタバコっていうのとすぐね、目の敵にされちゃうんでね、ちょっとダメなのかもしれないですけどね。あれ、これどこまで行っちゃった。あ、そっからね、説明がないですね。ゲームファイター82年、オーク、ブリックス82年、オーク、ブロックアウト、ストライクパック82年、オークってなってますね。さあと、はい、あ、ゼロまで行っちゃった。ゼロじゃなくて3まで降りないといけないのかな。そうだね、ゼロじゃなくて3まで降りないといけないので、はい、南に向かって1、2、あー、また出てきちゃったね。チェンジ
ガンガンでいきましょうか。で、ブロックアウトストライクパックはまだ行ってないかな。これも82年のウォークさんですね。で、次はブリックス2。これも80年のウォーク。説明が全然ないんですけどね。で、次はキャノンファイター、ウォーク。ひょっとするとシューティングが得意だったのかな。今の見てるとね、ずっとね。ウォークさんっていうところはね。で、コスモクロス。82年、クリスタルソフトだ。82年の12月ね。コスモクロス？おやクリスタルソフトさんって言ったらファンタジアンもクリスタルソフトさん、クリスタル、明日もないや、クリスタルソフトさんだっていうような気がしますね。おやおやおや。で、また変形して、コスモクロスはシミュレーションアドベンチャー、アクションといろいろ楽しめるクロスオーバーゲーム。3つのパートからなっている。ザクロ、あ、ザクロス星人ってなんか聞いたことあるよ。人類を倒そうと太陽系近くを通りかかる小惑星ノービネス製の軌道か、あれちょっとコスモクロスで調べてみよう。画面ないかな。どうも私見た、これ82年だよね。ごめんなさいね、ブラスティとっちのけになっちゃってる。おーおー、ちょっとごめんなさい、画像で、あー、わかんないわ、これはわかんないわ、ごめんなさい。じゃあ戻りましょう。今ね、画面、画像でね、コスモクロスを調べたんですけど、それっぽいブラウン管出てきましたけど、わかりませんでした。はい、今ね、これはどこ？あー、南向いたまでだね。え、ちょっと待って。あ、これ南向いてね、3にならないといけないんだね。はい。あれ？ Y が F？ 行き過ぎだね。え？あ、いい、行き過ぎだわ。3まで行かない。うわぁ。はい、バルカンバルカンで行きましょう。あ、で、川中島の傘。おぉ、光栄さんの川中島の傘って82年なんだね。光栄初期のシミュレーションゲーム。武田信玄さんになってやるんですね。光栄さんシミュレーションゲームとあとね、ダンジズマとかのあれダンジズマだったよね。あ、違うわ、ダンジ、あ、ダンジズマはオランダ、違う違う違う、オランダズマは、オランダズマはなんとかの夢を見るか、あら忘れちゃった。バルカンバルカンバルカンでいきましょう。で次は北海道、北海道戦争、これも82年で光栄さんです。すごいね、これ川中島の合戦も北海道戦争も82年の3月で発売って書いてるんで、これチーム、別にチームがいたんだね、開発もね。こんな時ってソフトハウスってそんな2つのチームを持てるほど余力あったんだね。はい、 D じゃない、 お次が光栄さん、まだ投資ゲームっていうのも出してんだね。バルカンバルカンバルカン、へえ、100万円の元金を、元金の他にいくつかの金融機関から借金をして、株商品取引、為替の相場を張って、1年間やっていくんですか？そういや、トップマネージメントというゲームを友人がハマってましたね。X1 でしたけど。ねえ。地底探検。あ、これも光栄さん。82年3月。ほえー。4、5人でチームを組んで地底に入っていき、ゴジラや怪獣と戦い、ガンガンガンでいきましょう。なんか凄まじく泥仕合になってるね。ねえ、で次がプラチナパック5。なんだこれ、光栄さんのプラチナパック5。 PC8000H で3800円で発売。いくつかのゲームをパックして発売したもの。プラチナパックにはチェッカー、ディグ、ダウン、ニム、山崩し、ゴルフを収録。わかりません。なんだろう。で、今度はシルバーパック2。光栄さんね。今度は8000、あ、これも8000円か。両方8000円か。8000円、3800円。あ、この頃光栄さん、良心的な金額だったんだなぁ。で、これに入ってたのはスター、あ、モグラ叩き、スターキャッチャー、スタートレック、テニス、スネーククネクネ、イーブン、フィンガーショック、サイコロトバック、クラッシュ、AC デューシー、
リバーシオ、あ、リバーシオセロのことだよね、きっとね。わかんないな、これ。で、ゴールデンパック2っていうのもあるんですね。ってことはこれ、1、2、3、4、5もあるのかな。これは8001用で3800円で。で、これは、うわぁ、ミグ25はいいんですけど、次、藤原キュエリアン。これ、平安キュエリアンのことかな。このパクリだということなのかな。もう、光栄さんですらパクってたという感じでいいんでしょうかね。あ、また手に出てきちゃったね。おー、で、その次がね、ごめんなさい。藤原京エイリアン。さっきやれってね。ごめんなさい。藤原京エイリアン、ラビットハンター。15ゲーム、ザ・フリズナ、センチピード、二次元迷路、ハノイの塔、ルーレット、恋占い、ビット&ブルーを収録。全然わかんない。あえて藤原京エイリアンぐらいだったね。で、今度はブロンズパック6。これも3800円ね。で、何が入ってるの？アレンジボール、国取りゲーム、3次元迷路、ダサク、バトルオブタンク、スペースチェスを収録。あ、そう、国取りゲームって、あの、昔テレビでね、桂三枝さんがやってる、坊主めくりの国取りゲームがありましたよね。国取りゲームのテレビがありましたよね。あ、久しぶりに坊主めくりやりたいね。昔、めちゃんこハマったもんね。流行った時期ありましたわ。ちょっと待ってね。で、変身。で、お次が、コンバット。これも光栄さんなんだね。あ、光栄さんたんまりあるわ。あ、これシミュレーションゲームなんだね、光栄さんのね。サンダース軍勢、リトルジョーンと共にドイツ軍の統治下を占領したりする。へぇー。ちょっとごめんなさい。B、3まで行かないといけない。あ、また出てきちゃった。で、次が、チェンジバルカンバルカンに行きましょう。で、次がね、迷路脱出、82年光栄さん。これはコメントがないです。で、次、ノルマンディ上陸作戦。うわ、光栄さん好きそうだね、こういうのね。で、これもシミュレーションでしょうね。44年ノルマンディを上陸しと。ベルリンに向かい大進撃を開始した連合軍をと。テープ版で4500円。ボードが別売りで1200円で売られていた。まだテープなんだね。次がダスブート、光栄さん。U ボート。うわ、光栄さんってこんなの大好きなんだね。あ、ちょっと待ってね。あれ、なんで行き止まりになっちゃうんだろう。A のゼロ。いや、こんなとこ逃げ止まりになるもんないんだけどね。マップが違ったのかな？あ、変身しないといけないね。でも変身したらすぐ出てくるんだよね、敵さんがね。まあ、今回エンジン変えてんだよね。ほい、お、ほら、ほら、やっぱこれすぐ出てくるんだよね。はい、チェンジバルカンバルカンに行きましょう。で、次、ナイトライフ。あ、ナイトライフって聞いたことあるな。ちょっとスケベーな感じのやつだっけ。ナイトライフ。ちょっと調べてみよう。よいしょ。わかんないね。ナイトライフってなんだろう。あ、今あるね、なんかね、光栄さんが、光栄さんの黒歴史ということで今引っかかりましたよ。はい、あ、いや、これアダルトゲームですわ。はあ、はい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 。なるほど、そんなだったね。ちょっとね、読むのはやめますけどね。え、ガンガンガンでいきましょう。いや、いろいろありますね。かといったらもう30分経っちゃった。はい、まだまだあるね。ドラゴン&プリンセス、82年12月光栄さん。こんなのも出してんだね、なんかファンタジーっぽいのも。あ、でも、テキストアドベンチャーなんだね。あ、そういや、テキストアドベンチャーも流行りましたね。私、本買いましたもんね。あと昔ね、NHK でね、このパソコンを、
取りただし、まあ、パソコンがまだね、私が中学生か小学生だったと思うんでね、まだ88もなくて、8000、いや、88あったのかな？いや、どうだろう。次、バルカン、バルカン、バルカンで行きましょうか。その頃ね、2次元の迷路をね、作ってましたね。まあ、迷路といってもね、本当にね、マス目を描いてね、なんかやってたような、バックグラウンドがね、真っ青でね、白い2次元の壁を使って、3D 迷路じゃなくて2次元のね、迷路だったんですけどね、やってましたね。おお、サンセットインラディック、コウエイさんね。敵の基地に忍び込み、機密、あ、これ82年ね。機密文書を盗むのがプレイヤーの使命。SF シミュレーションゲーム。おお、マップは四角1枚切りで、右下がスタート、左がゴールとシンプルすぎる構成と書いてますね。4500円って書いてますね。ああ、ガンガンガンで。なんだろう、次はね、インベーダーって書いてますね。コスモス岡山。何コスモス岡山って。まあ全然ここから説明ないんですけど、キュービック。しかも年数も書いてないんでね、いつかって分からないっていう感じなんでしょうかね。あ、じゃあね、もうまた時間忘れちゃいました。じゃあね、この辺で終わっておきましょう。あ、返信しとこう。返信しとかないと次やばいからね。ほう、なかなかでございますね。はい、じゃあね、この辺で終わっておきたいと思います。ブラスティーでじゃなくてブラスティーですね。終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。あ、間違えちゃった操作。ごめんなさい。